さん、あっかくん、クジラさん、ひとりごとさん、ピンクカメラさん、こんばんは。こんばんはか。兄さん、よーよー。 JT さん、こんばんは。こんばんは。ズルクさん、スーさん、サッシーさん、レンバさん、キャロットさん、ヨリさん、グミちゃん、AJ さん、こんちくわ。こんばんは、こんばんは。やっほー。11月24日の握手会当選、おありがとうございます。ラッシーさん、レバさん、待ってます。ありがとう。ゆりさん、やっほー、ありがとうございます。荒吉さん、ひでさん、こんばんは。こんばんは、よっぴー。夏休みはもう明日から、あ、じゃあ明日で終わりですね。明日で終わり。つけめんさん、こんばんは。しゅうさん、こんばんは。やっほー、かいとさん、こんばんは。ゆうさん、テクノブレイカーさん、こんばんは。まささん、やっほー。落選した、嘘。ありゃま、また次回お願いします。11月25日当たった、おー、ありがとう。待ってます、待ってます。食べ過ぎた、今頃睡魔がやばい。ありゃま、こんばんは。宿題終わったよ。もちろん、もちろん。こんばんは、ヨッシーさん、こんばんは。夏休み終わりますね。明日で最後です。夏休み配信は9月にまでです。私の誕生日まで。夏休み配信はなぜか9月の2日まで、長いです。ですですです、ですです。こんばんは。嘘、 LINE のホーム画面、私やった、やったね。使ってください。使ってください。こんばんは。首輪、首輪です。こんばんは。ローストビーフ美味しそうだったでしょ。スープ買いました。すげえ、ありがとうございます。こんばんは。ビートカーニバルやってるよ。何それ、ビートカーニバル。24時間テレビね、ありますね。今年は呼ばれてないですよ。あら、あら、どうしてかな。ホラー映画見てますよ。今日本校ありますね、ホラー映画。今日は本当にあった怖い話ありますけど、見ません。見ません。お仕事お疲れ様です。館の利用者、こっちはビッグ。さあ、今日はじゃじゃん、ベースボール選手、ソフトボール選手みたいなやつです。じゃじゃん、かっこいいでしょ、強そう。お、お仕事終わりました、お疲れんこん。スクショタイム、3、2、1。スクショタイム、こうでしょ。いい感じ。スクショできましたか。こんばんは。今年はハッチャーたちが呼ばれてる。あ、マジ、メンバーチェンジか。今年はメンバーチェンジか。ありゃまあ、なるほど。遠いでしょ、貞子対か、いや、この映画。なに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 、なになに、バイトだからゴロゴロしてた。今日はもうご飯を食べて、カフェに行って、スイーツ食べてばっかりで帰ってきました、今日は。そうですね、こんばんは。あ、音ゲーができるラブ、あー、あれか、なんか見た気がする。ジョングクさん、13です。13歳、よろしくお願いします。こんばんは、こんばんは、こんばんは。あ、お風呂入ったきます。そうだね、入れんくなるよ。こんばんは、こそば、しおじさん、こんばんは。あれ何時からだったっけ、
あれ何時からでしたっけ本校はガチャガチャありがとうございます。はい、で晩ご飯、いやもう昼ご飯ですよ昼ご飯ですよ。もう晩ご飯はいらない、食べ過ぎちゃった。まだね紹介してないんですけど、まだなんだっけ、載せてないんですけど、メールでじゃじゃーん、後ほど載せます。このアイスも食べてきました。見てください、コーンがピンクコーンがピンクなのです。じゃじゃん、コーンがピンクで、はい、映えするアイス食べてまいりました。これもあるんですよ、広島に。あーあー、じゃじゃーん、コーンがピンク、すごいでしょこういうのばっかり探し求めて歩いてますこんばんは。9時から、あ、9時からなんや、2時間、マジか、ガチじゃないかガチじゃんか。お、いとちゃんさん、やっほー、カラフル綿菓子食べた、綿飴めっちゃ可愛いそう、めっちゃ食べた、今日は食べ過ぎた。めっちゃピンクだこうだよね。そう、服もピンクにしてきましたピンク美味しいよ、ストロベリー味でももう上のソフトだけ食べたらもうお腹いっぱいすぎて下を食べんかったコーンピンク、コーンピンクです。帽子もピンク、そうだよ服と一緒、服と同じ色可愛いでしょ。インスタ映え、ヒロイがじゃない、自分だよ、私だよアリサだよ、じゃーん今日の写真、こんばんは。これは広島の本通りじゃないね、あ、本通りか、本通りにできました。新しくかな、少し前ぐらいにできましたね、本通り久しぶりに来ました。おー、ニーコさんありがとうございます、やっほー。綿飴も美味しいよ、美味しかったよアイス似合ってる、あー、アイス似合ってるありがとうございます。こんばんは、しょいだ綿出せながらサイレントで見て、綿だけでかい、おー、ゆりさんありがとうございます広島のお店なんかな、わからん、それはわからんけど、インスタ映え今流行ってます。広島おしゃれなお店多い、天使の羽生やすしかて羽が生えてこないんですよ私にはブラックきすぎて、久しぶり久しぶり、きょうちゃんさん、お、アイスが来た、ありがとうございます。ピンク以外にもあるんですよ、それがめっちゃ、じゃじゃん、これはピンク、そう、私はピンクを選びました。赤もあるし、青も緑も黄色も、黄色すごい綺麗だった、色が、黄色めっちゃ色が綺麗だったけど、今日の服に合わせてピンクですまあ好きなんですけど、ピンクだ。これだ、写真どこに載せてる、これはメールですね、モバイルメールです、ですです、 ST48 メールか、ST48 メールに載せてます。これはまだインスタとかツイッターとかできないんでね、やってますよテンシの羽、テンシの羽、テンシの羽を送ってくださいプレゼントで待ってますミネオシアリさんの天使の羽、ラランランランドセルバーテテンテン天使の羽いいでしょ、丸く背負えてきっとジョブテテンテン天使の羽じゃじゃん、綿飴食べちゃうよ、綿飴食べましたよ、綿飴の写真出てこいや
海中の綿飴で持ってるのがこんな感じ。全然わかんないんですけどね、綿飴の綿飴に関しては。じゃあ、あんまり色が薄すぎてね。これが持ち帰り用の綿飴です。可愛いでしょ、持ち帰り用の綿飴。お、アリさんメールぜひ取ってください。お願いします。焼肉、焼肉はもう食べ過ぎたな最近。結構食べてるね。焼肉結構食べてるからいっか。エゴサーチ、俺の見かけてもみんないでね。見ますよ。お久しぶりです。こんばんは。お、夏みかんさん、こんばんは。やっほー。メルカリで買うか、天使の羽。てんてん、天使の羽。来年小一、おい。おいおいおい。ランドセルの CM? いらんよ。いらんねえ。ランドセルの CM は、ちょっと年齢がダメだ。ちょっと大人っぽすぎて似合わないかも。わたあめ、わたあめ、こんばんは。可愛いでしょ、インスタ映え。わたあめ、わたあめはね、広島のイオンモール府中です。府中持ち帰りは可愛い。手持ちも可愛いよ。めっちゃでかいんですけどね、こんぐらい、こんぐらいでかいけどね、食べるのが大変だよ。手がベトベトになって。ベトになって、あららららって感じ。メールも落選しました。おい、メールはないよ。メール落選とかない、取ってないだけだろう。あのすらもういけれん、だいけれんじゃダメだ。大人っぽいとどれんの。なんかここのビジュアル系が、ビジュアルが大人っぽい。わたあめは嫌いじゃないよ。りんご飴は食べず嫌い、食べたことがない。食べたことがない。1日メールは 5通目標です。5通目標で、そう、ネタがある時というか、送る内容がいっぱいある時はなんかいっぱい送ってるよね。6個とか7個とか。ひず、自動販売機行ってきたんですか。お、どうでした。私はまだ行ってない。ちょっと遠い。ちょっと遠いな。近くから攻めていくタイプなんで。こんばんは。眠いとかでもいいね。眠いとかでもいいんですか。それ面白い。じゃーん、私のランドセル。可愛いでしょ。天使の羽じゃないんですけど、フィットちゃんですね。これはフィットちゃん。めっちゃ小さくなった。もう入らない。もう入らない。こんばんは。あと、とととととと、もう手も入らないや。これじゃじゃーん、じゃん。てててて、いちのはね、じゃじゃん。6年間なんとかなんとかって書いてる。自分で、じゃじゃん。そう、大きくなったでしょ。もう入らないや。ミニランドセル成長が早い。それの、私がでっかくなりすぎてもうでっかくなっちゃった。そう、リメイクのやつです。これはリメイクに出して、こんなに小さく、はい、飾れるぐらいの大きさにしてもらいました。じゃーん、かわいいでしょ、かわいいでしょ。そのサイズおかしいぞ。おかしいか。じゃーん、じゃじゃん、ちょちょちょかーちょかん。小学校の頃の、そう、私サイズ。でかくなりすぎだ。でかくなりすぎちゃった。大きくなります。携帯ケース。確かに、ちょっと入れてみましょう。ちょっと今日花火大会いいな。花火大会今年はね、ないんですよ、広島なくて。
構中身はこんな感じ。でもなんかめっちゃ黒いんですけどね中身なんか小1の頃から中身黒かったまだそんな使ってないのにもう中身黒かったです。じゃーん、こんな感じ。かわいいでしょ、ちっちゃくなって。中もハートのかわいいやつを選んだんですよ、私っぽい。うん、じゃん、携帯開いたあー閉まらない、閉まらない、あ閉まるかもギリギリ閉まりません背が高すぎて。じゃん、携帯ケース、私の携帯ケースうわ、じゃーん、かわいいでしょ、こんな感じこんな感じですごいね、リメイクされてるわ結構前にもらったんだけど今さら しんみり見るそう、こんなこんな真っピンクのランドセル背負ってたこんな真っピンク背負ってたよ。そう、1年の時は絶対これがいいって言ってたの。もうちょっと赤いやつもあったんだけどな。スマホが教科書の時代、確かに黒、そう黒ね、なんか思い出あるよそう、買う時は絶対ピンクがいいって思って、でピンク買って小学校に行くと、あの黒いランドセルにピンクのラインがこう入ってるランドセル背負ってる子がいて、むっちゃおしゃれやんって思って、それにすりゃよかったって終わった時もありました。茶色のランドセルとかもね背負ってみたかった茶色背負ってみたかったよね。茶色のランドセルにそう、ここの縁のラインとか開けてみたらピンクみたいなめっちゃおしゃれじゃねそれ背負った気もよかったな。でもこうなんかリメイクするとピンクかわいいねピンクかわいいね、イエイかわいいね。次の握手会かわらなさいというかこれですかいつの間にか始まってた、始まってます。わかるんじゃない、遠くからでも。そうよね、黄色のカバーつけたよ1年の時だけ。でももうビリビリで途中から外しとったわ1年なのに途中から外してたやんちゃな人でしたね小学校は制服、中2です、中2。こんばんは、握手会にレアムスを背負っていたらなんかもう入らないって、背負えないですよ小さくて背負えないんですよこれ飾っとくだけでもいいですか飾っとくだけ。同い年、あ同い年だっけ、イエイ、ありがとうありがとうありがとうでもない、間違えたお仕事頑張ってください。小学校の時の帽子どこにあるんやろ。でもあれよ、キーボーよ、こんな黄色い帽子だよ。今日はお疲れ様です。おひでさん、だるまありがとうございますありがとうございます。そう、全然全く話違うんですけどね全然ね話が違うんですけど、マジムリ学園見ましたマジムリ学園見ました。え、ユミリンって何話に出てるんだっけ、4話ぐらいだったっけ。ユミリンって何話に出たんですっけここで聞く。明日から学校ないのにどうする、帽子いらねえよ中学校は本当に全然違う、そう、もうふと思った。4話か、合ってる、4話か。まだ広島2話までしかね放送されてないんですよね。そう、なので1話と2話見ましたよこないだ出てた、まだね広島はね、もう見ましたかみんな、録画してるの。わたけてた、そう、私もね録画してるの知らんかった。あ、家に帰ってパチパチパチ AK ビンゴでも見ようと思ってやったら、マジモリ学園撮ってんじゃんって思ってマジモリ学園最高、めっちゃすごい、私の前に立つんじゃねえ
超かっこいいじゃんね。うまいでしょ。2グトン始まってます。あ、そうなんだ。時差すごいに。広島2夜までしかまだ映ってない。見た？山口映らんのんや。ミニシビルマンジ。え、マンジ役なの？マンジって名前なの？すごい、めっちゃ見たい。めっちゃ見たいよ。マンジ役見たい。あれそう、レールかな。悪使い出てる。私の前に立つんじゃねえ。バーン。すげえ、めっちゃ興奮です。カバ見たよさっき。そう、もう本当にね、6時のね、めっちゃギリギリまで。5分前ぐらいまでカバのやつ見てました。第2話のカバさんが出てたやつ。めっちゃ面白いんだけど。アリサもカバになろうかな。哺乳類で一番強いカバです。標高見れないの。そこの場面好きなんだ。そう、そこしかね、ちょっとセリフ覚えてないからね。そこしかちょっとは覚えてないんだね、まだ。握手会にしましょう。いいね、いいね。じゃあセンチメンタルトレイン、じゃん、センチメンタルトレイン、はい、ワンショット動画あるのでぜひ来てください。ワンショット動画あるのでぜひ来てください。おすすめはマジムリ学園のあの一言。あの一言ぜひ来てください。握手会の前で殴られてきな。いいね、いいね。そういうやつでもよければ。よければ。そう、赤いさでおぎくさいます。そう、まだこの後ろにね、飾るやつ、後ろがね、ちょっとね、刺すじゃなくて飾るとこがないので、まだ置いてます、後ろに。かわいいでしょ、かわいいでしょ。イエーイ。赤いさんとゆかちゃんです。かわいいでしょ。それちょっとワンスープどっちがいいかな。どっちでも大丈夫です。どっちでも大丈夫ですよ。お楽しみに、お待ちしております。アリサっていうのかわいい。お、これありがとう。これ光るんですよ。ピコピコ。これ点灯、落ちい。電池がないんだよね。でも見えますか、光るんですよ。すごいでしょ。すごいですよ。ナイス宣伝。ナイス宣伝。じゃじゃん、アリサの。いやいやいや、アリサポスター大きすぎにならん？大丈夫？ちょっと持ってこよ。ちょっと持ってこよ。じゃん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 、へい、じゃん。超恥ずかしい。おちょっと、おちょっと、アリサポスターはこんな感じ。こんな感じ。じゃあセンターに入らせていただきます。宮下アリサセンターに入らせていただきます。なんか取れてきてない。じゃん、じゃーん。あかりさんとゆかちゃんのセンターに入ってしまいました。宮下アリサ、じゃじゃーん。あ、なんか変な犬も映ってしまった。映ってしまった。よし、オッケー。背景がいいね。あ、ありがとうございます。見える。後ろに置いてるの。オッケー、まあ、いっか。センター取ったぞ。センターに入らせていただきます。おっと、立ち位置0番。ぜひ来てください。センチメンタルトレイン、おすすめ日はこんな感じ。9月24幕張メッセ、10月7日インテックス大阪、12月23日幕張メッセのクリスマスバージョンとなっております。おすすめはね、一番おすすめは大阪です。大阪大阪大阪。瀬戸内の方も大阪なら近いと思うので、ぜひ一回でもいいので会いに来てみてください。よろしくお願いします。目指すは乾杯だ。目指すは一つでも一つ一つでも一つでも乾杯を出すこと。えい、乾杯。頑張るで、よろしくお願いします。さ
サイレントレイン、え、サイレントレインって出た、サイレントレインハートのチークかこんばんは。ギクに目がいいですよ、そこはいいですよ。見てもちょっと幼い、確かにちょっとね大人っぽくなりすぎちゃってじゃーん、ちょっとあれだよね、眩しい眩しい顔してんのでちょっとダメだ、外で撮るんですよ。そう、この本当にこの後ろの、そう、合成じゃなくて全然全然この後ろのこの海あるじゃないですか、この海とかこの岩とか全然もう合成じゃなくて、本当にここの位置で行って、ここのところで行って、その日も太陽に当たりながら写真を撮るんですね。だからもう眩しくて眩しくて、もう目が開かなくて、合成じゃないですよこれ。ちゃんとここに行ってですね、はい、ここに行って太陽の光を集めた、なんか反射板みたいな、こう顔にこう当てられてからカシャッと撮るんですよ。でも眩しくて目が開かないんですよそう、これね、よっ、これしょ目が開かないんですよね。目指すは乾杯そうだね、目指すは乾杯で、乾杯乾杯、ポンジュースポンジュースで乾杯トミーなので上としていきます。おー、ありがとう嬉しい、ありがとうございます、のそのさん。じゃあ上と下の幕張メッセ待ってるよ待ってるよ。握手券もらえるの、キャラアニですね、キャラアニで、あ、キャラアニで調べてもらったら、握手券は買える、ポチッとすることができます。もし、分からなければツイッターのハッシュタグミネワシアリサで調べていただいて、はいあの宣伝してくれているアカウントがありますので、ぜひそちらをご覧ください。よろしくお願いしますよろしく。握手券取った、お、スランプくん、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、そう、一番上はじゃんけん大会の次の日なのでね、ぜひ来てください、ぜひ来てください。でもじゃんけん大会がね、あ、じゃんけん大会東京だ、今年そうだった、じゃんけん大会は、はい、東京で、その次も幕張なので、ぜひ、はい、ぜひ来てください。続けてぜひ来てください。お願いします、お願いします。メイク自分でしたよしたよ、今研究中研究中です。じゃんけん大会翌日の握手会楽しい、お、ありがとう、来てね。外で撮ったよ。そうだからもう外で撮るのとかね、本当にレフ版っていうか、そうそうそう、それそれ、外はね本当に目が開かないよ、びっくりするほどうん、何がするでしょう、リンゴヘア、久しぶりに来れた、おー、はるかちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます。さっき仕事終わりました、おー、お疲れ、チャラーニで握手券取ってね、チャラーニじゃねえよチャラーニ、推し席、そうだね、親子席来てください、ぜひお願いしますお願いします。名乗ってくれたら覚えてくれてるかな、あ、覚えてますね、スカイさん、スカイさんで覚えればいいんだっけ、 SKY かスカイさん、覚えときます。じゃんけんサイン会だよ、あ、そうそうそう、そうだよね、なんかじゃんけんしてサインするんだっけ、楽しそうだから来てください待ってます。神戸でしてきてくれた方が良すぎる一日やそうだね、幕張メッセ多くて、そう、幕張メッセだらけなんですよ。で、唯一10月7日が大阪行くので、ぜひ大阪の方が近いって方は10月7日お待ちしてます、待ってまーすまた来ました、大勝ニュース、ありがとう。
スカイです。あ、スカイさんか。なるほど。こんばんは。さゆさん、こんばんは。ともさん、こんばんは。ありがとうございます。明るいとこ、その目の話です。そう。開かないよね。さゆさん、こんばんは。こんばんは。マジブリ学園が頭から離れないな。ユーリーがさ、くまでにユーリーがさ、くまでにリリーリリー、リリーって可愛いね、名前。リリーって可愛くて、あとなんだっけ、蔵野なるみさんがスミレっていう名前は、あ、スミレちゃんってなんかよくおるよね。私の友達にもいる、学校にもいるよ、スミレちゃんってスミレちゃんってよくおるよね。なんだけど、なんか面白かったのが、ミヨンさんがバラちゃんっていうのがめっちゃ面白かった。スミレちゃんはあんまよくおるなと思って、バラってそれツボです、私の。バラちゃんバラちゃんって名前面白いなと思ってなんか面白くない？スミレちゃんとバラちゃんだよめっちゃ面白いんですけど。おゆかさんいますよ。ゆかちゃんもかっこよかった。悪い軍団の中に入っちゃって、ゆかちゃん悪い軍団の中に入ってたね。見たよ。バラがツボです。バラちゃんだよ、だって面白い。こんばんは。今来ました。こんばんは。ありがとう。千葉知ってます。千葉は知っております。今日会ってきた。いいな、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 いいな。店、来週からおでんと肉まん始まる。そうなんや。ローソンはね、もう始まってましたよ。そう、いち早くもうね、餅巾着ゲットして食べちゃいましたまだ全然暑くないんですけど、餅巾着を買って食べましたよ。肉まんも始まってたね。チューン、キャンエリさん、おぎゅうかさんとお話できたよ。何があってもへこたれない何があってもへこたれない。 NGT48 おゆかこと荻野ゆかです。かわいい。おでん、そう、行きつけは、そう、ローソンですよ。ローソンです。 NGT 劇場の出張公演見に行く、目撃者公演デビュー。あ、そうか、あ、のんのんそこになったんだね頑張ってね、頑張ってね。コンビニマスターやね。そう、肉まん好きよ。肉まんめっちゃ好き。重めに乗ってた。そう、いきなりおでんキャッチフレーズやってよ。しょうがないですな。ありちゃんお尻になるとは、ありありさご出航。はい、ありちゃんことミニオシャリサです。よろしくお願いしますって感じです感じです。HKT さんなんか誰が常識。そうですね、HKT さんはやっぱりサッシーさんは好きなんですけどやっぱりサッシーさん好きなんですけど、あんまりね、握手会でね、あんまり休みがなくてですね、全然会いに行けないんですよ休み一部だけ休みの時もなんか自分の握手とかぶってたら行けないじゃないですかだから最近は会ってないですね。でも一生にね、そう、死ぬまでに一回写真を撮りたいなって思ってるのは、なこさんですね。なこさんはかわいいなこみくさんと写真撮りたいです。一生に、はい、一回は一生に一回は撮りたいですね。こんばんは。アリノみたいだって人生だった。そう、でも最近サッシーさん、のんちゃんばっかりだからね
あ、マリアさんも好きだよ。マリアさん優しい。そう、名前を覚えてくれて、知ってくれてた的な感じでした。びっくりです、びっくりです。今度写真撮りに行きます。で、伝えてください。今度アイスとか写真撮りに行きます。10月の握手会申し込もうかな。おー、ありがとうございます。来てください。死ぬまでに。そう、一回は。そうなんですよ。死ぬまでにね。さくらさんは話したことない。宮脇さくらさん話したことないけど、さくらさんも一緒に一度は撮りたい。写真撮りたい。一緒に一度は。愛知、愛知は行きませんね、まだ今のとこ。写真撮りに行きます。写真ですか。写真ですか。はい、ちょっと写真撮りたいさ。おお、やったー。ぜひ来てね。私とだったらいつでも撮れますよ。センチメンタルトレイン、ぜひ来てください。お願いします。さくちゃん、急げ急げ。頑張ります、頑張ります。私が癒されるほうめんですか。やったね。さくちゃんとです。ちょっと出たよき。頑張ります。頑張ります。ジョロインできます。待ってます。愛知ね、かのんちゃんの地元だからね、ね、行きそうなんですけど。で、ST 入る前誰をしたの。 ST 入る前はあんまり分かんなくてですね。あんまり詳しくなくてですね。それがあんまり詳しくなくて。そうだな、めっちゃ昔はあ、トモチーさん可愛いなと思ってましたよ。あ、トモチーさん可愛いなって思って。でも全然詳しくはなかった。NMB さんだと、もちろんあかりさんです。もちろんあかりさんですけど、クインテットの5人は大好きです。クインテットの5人と梅山ココナさんが好き。あ、でもあーやんさんも可愛いよね。山本彩香さん可愛い。ポスターみたいに合成ツーショットできる。おい。やめろ、ちゃんと来てください。ちゃんと来てください。マリアさん子供だと思ってたけど1個上です。そう、1個上です。あーやんかわいいですよね。あーやんかわいい。あ、大田のゆうりさんも美人ですよね。かわいいですよ。 NGT さんはもちろんゆかちゃんです。なんで出てくるんだって話ですよね。 NGT さんはゆかちゃん推し、髪落ちです。あ、でもアンジュさんも好きだよ。アンジュさんとアイニャさんも好き。カサカベアイニャさん。めっちゃ DD じゃないか、バレるじゃん。ちょっと言わないで。言わないでくださいね。言わないでくださいよ。あかりさん美しい。可愛すぎて推しです。あー、ノエピーさん好き。ノエピーさん好きです、めっちゃ好き。はなさん売れ取りだから。嘘、ほんまですか。ね、癖が強い。嘘。NGT の DD をおた。いや、全部のグループで DD ですな。一グループ1名推し制なん。いや、一グループ3人ぐらいおりますね。3人ずつぐらい。誰よりも DD。 そうですね、すみませんでした。すみませんでした。ヌーピーさん韓国語の勉強者知ってる、知ってる。ショールーム見ましたよ。ショールーム見ました。あの新潟フレンドのガタフレのゆかさんと、ゆかちゃんとのえぴーさんとアンジュさんが3人でロケしてたのがめっちゃ面白い、めっちゃ面白い。あれはホテル一人部屋の時に、ホテル一人部屋の時の夜に寝る時に、あの、そう、動画見ましたよ。
動画サイトで動画サイトで見て一人で爆笑したあれめちゃくちゃ面白い。で見ました、見たみんな。あ、そう、パン屋のパン屋も行っとったし、あとおもちゃ屋さんで、あのイライラ棒してて、イライラ棒して、あのピーってなった時にアンジュダイをやるのが面白い。ちゃん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 、あれは神ですよね、めちゃくちゃ面白い。もうゆかちゃんの東京いじりが面白かった。東京に染まってんだろ。あれめっちゃ面白い、最高。リリオデーデーって言う。それは面白い。見た？アンジュダイユ最高。今度会った時やってもらおうと。アリサグッズは、STU のオフィシャルとかで売っております。STU のオフィシャルなので売っております。チクショーめっちゃ面白い。ノエピーさんは なんてチクショーって言ってたっけ、忘れたな。ノエピーさんなんだったっけね。でもあれでしょ、ゆかさん、ゆかちゃんはあれだよね、あの私の方が総選挙上位なのに中井の方がたくさん番組持ってるって言ってた。チクショー爆笑です。爆笑コントやないか。うん、ゆかちゃんはね好きですよ本当に。もうあれはね会ってみないとわからない。そう、誰もが好きになっちゃうね、ゆかちゃんは。そんな人になりたいですね。そんな人になりたいですよ。本音に爆笑、それだ。本音すぎて面白かった。 NGT 推し卒業してましたので、お、ビデオ推し、ありさ推しになったんですか。一緒はあいつどうし、お、やった、チャンエリさんありがとうございます。ありがとう。じゃんけんユニットグッズ提出しましたよ。提出しました、バッチグNGT キャラクター面白すぎる。ザリガニ釣り行きたい。そう、小木の家に遊びに行きたいですね。小木の家に遊びに行きたい。ノエピーさんの家にさ、キタリエさんも、そう、ゆき柏木ゆきりんさんも泊まりに行ったことあるらしいですよ。あるらしい。初見です。お、じゅんちゃんさんありがとうございます。ザリガニくさいの。ありゃま、じゃん、 ST48 広島県出身13歳のアリちゃんこと三好アリサです。よかったら右上のハートをポチッとしてルームフォローよろしくお願いします。ルームフォローお願いします。泣けたくないな、びっくりだよ。ね、魚釣り、魚釣りはあんましない。釣り堀太郎にね一回だけ行ったことあるんですけど、全然釣れなかった。全く釣れんかった。リカ姫さん、リカ姫さんあんな感じだけど、なんか喋ってみたら意外といい人そう、いい人そう、いい人そうね。意外となんかいい人感が出てる。卒業したらアリサ楽しなのかな。おー、やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。釣りならすり、そが金だよね。そう、釣りならすが金だよね。あれ、よく釣れれる、それ面白い。わー、あーだなーだなー。お、イサムタ、イサムメタル、あれ、イサムメタルさんだったっけ。イサムタルさんじゃなかったっけ。名前変更してるじゃん。やっほー、釣り堀太郎、え、知らない。釣り堀、え、釣り堀太郎じゃなかったっけ。釣りするお店です。釣りするお店です。え、知ってる。くちゃん、くちゃん面白い。もう疲れてる時のテンションダウンさ面白い。そう、普段あんな感じでわー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 言ってますけど、
そう、本当に疲れててテンションが低い時はね、何も喋らないからね真顔だからね、めっちゃ面白いよ。去年握手会ありゃま、もう忘れてる。あ、小次郎さん覚えてる、やっほー、スタミナ太郎の友達だよ。釣り堀太郎知ってる知ってる、タイ釣ってきた。すごすごい、スガキンメンバーと一緒に行きたい言うとる。釣り私は誘わないで私は誘わないで。小太郎、釣り、小太郎わかんない、もう釣り堀小太郎なんか変じゃない釣り堀小太郎。とともさんこんばんは、こんばんは。あ、イサムタルさん、イサムメタルさん、花束ありがとうございます。イエイ。広島にあるんかな、岡山の行ったことある。ゆかさんの隣の隣はあかりんさんです。あかりんさんめっちゃ可愛い、推し好き。11月とかまだ先ね、めっちゃまだまだ。あー、今焼肉屋さんに行ってんの今。あー倒れちゃった。洗っていいと思っていうコインランドリー見つけた。面白い名前ですね。洗っていいと思う。あかりんさん好き、スチです。スキピあかりんさんとゆかちゃんスキピです。倒れた倒れたとか言わないで言わないでください。アリサ配信面白いな、ほんま？ほんまですか？でんてけでんてんてけでんてんてけでんてんてけ。ちょっと見たくなってきたな、アンジュダイオがこれからご飯だから落ちます。おお、頑張って頑張ってだね、楽しんでください。いってらっしゃい。シティメンバーありさしか知らない、それは嘘でしょ、それは嘘やろ。ゴム貸してあげない、って言っといてください。ゴム絶対貸さないからな。ボードボード書きませんもう書きませんよ。釣りにいない、中学校いない、いやいやいや、後ろのデカがおぎかっぽいとは思った面白い、これすごいいいね。こんばんは、オスカに、はい見たあれでしょ、坂をソリーです、降りるやつ嘘でした、ありゃりゃー。何って調べた、新潟フレンド、新潟フレンド山田の絵山田の絵。あ、まるまる台湯あった名前変えました、難しい、なんだなんだ、読めない読めない、うん、こんぜひとも共演、共演ですか。え、ノエさんなんて言ったっけ、
キロ太ったことをネタにしてたらなんだっけ、普通に太ったらブスだと言われて押し返されました。チクチョーだって。最高に面白い、これは面白い、めっちゃ面白い。のえさん思い出したで、アンジュさんはあれでしょ、ロケを楽しみにしてたのにロケする2人はランクインしてるじゃないかみたいな、ちくしょうそう、めっちゃ面白い、アンジュダイヤ最高ですちくしょう、そう、めっちゃ面白くない、最高。新潟フレンド見たい、見たいです普通にめっちゃ見たい。個性強すぎた回の、そう、ガタフレね、そう、めっちゃ面白くない、個性強すぎ最高やん金太郎です、お、こんばんは金太郎さん、こんばんは。ウィンクできますよ、3、2、1 あ、なんか下手くそになったな。でももう一回研究しときますねなんか下手くそになっちゃった。あの、なぎささんの誰もをトリコにするウィンクですウィンクですバット面白い、バット面白いケツバット面白かった。あとあれじゃない、こうなんだっけ、地面が斜めみたいな地面が斜めのところのなんだっけあれ、アトラクションみたいな、アトラクションみたいな、地面が斜めのね、あれ歩いてる時の三人めっちゃ面白い、めっちゃ面白いで、ガタフレ見てくださいね全然全然いいか。お、ジェイちゃん来たるま、ありがとうございますかしがった、かしがった家、かしがった家って名前だったっけ、あらどうだったっけな、びっくりハウス、あ、それそんな感じかもしれん、そんな名前だったよねそれそれ、前から下手くそ、おい、アリサの上んこ分かってないな、本当に本当に分かってないなびっくりハウスだね、それだ、まさに回転してのびだけ見た見た、それ面白いよね、それは見た。僕らのユリイカ発見したんだ、チャ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 、何初めての感情、僕らのユリイカ、夫婦ですが夫婦さん、あー、なんかなんか思い出した、夫婦さんね夫婦さん、やっほー、初見、お、みゆさん可愛いですね、ありがとうございます。じゃん、FT48 広島県出身13歳のありちゃんことみゆさりさです。はい、よかったら右上のハートをポチッとしてルームフォローよろしくお願いします、よろしくです。初見です、可愛いね、ありがとうございますみゆさん、ありがとうございます、そう、ウィンク押しました、ありがとうございますたまに出てきます、夫婦さんね、たまに出てくるよね初見、お、リリカ、リリカさん、リリカさんありがとうございます。 ST4、 え、違うね、リンカさんか、え、違う、リリカさんか、はい、ありがとうございます。 ST48 みぎわさんありがとうございます。よかったら右上のハートをポチッとしてルームフォローよろしくお願いします、ルームフォローよろしくお願いします。乃木坂はアシュシュアシュシュ好き、つまみの先いいかそれ面白い、つまみの先いいかそれは面白いわ。フォローしました、ありがとう、ポチッとしました、お、フォローしました、リリカさんとみゆさんありがとうございます。6699、お、ありがたや、ありがとうございます。あと1000人ぐらいですね、目標人数まであと1000人、フォローしました、そらちーさんしてなかったんかい、ありがとうございます
フォローしてましたあれは面白い。あ、そういえばこの今日の朝メモした曲のやつ全然まだ調べてなかったです。すみません、早く調べますね写真届きましたよ、ありがとう全然調べるの忘れてたすいません太郎すいません太郎、じゃあ早く調べますね。この皆さんのおすすめの AKB グループの、AKB グループのユニット曲ですね。ユニット曲ちょっとこれ調べときます調べてなかったムムクク、お、ハートありがとうございます。 NMB48 誰が好きですか、あかりんさんあかりんさん大好きだいぶ笑い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 、なになに、なになに、けやきざ、けやきどっかさんあまり詳しくないんだよね申し訳ないことにあんまり詳しくないんですけど、てっちさんは好きだよ、かわいいね。だいぶいいフォローしてますか、ありがとうございます。怖い話見たりしない、大嫌い大嫌いですよ、うん、まさかシンガポール、へえ、まさかシンガポール、 NFB イコラブさんは渚さん可愛くない、渚さんめっちゃ可愛いと思うめっちゃ可愛いな。でも声的にはしおりさんだっけしおりんさんタイプ、タイプです。声めっちゃかっこよくない、歌声がイケメンすぎ、イケボです、ゲボ、うん、あかりんさんで言ってポスター見せる、もちろんあかりんさん、あかりんさんあかりんさんかわいいよ。おばんです、炎上さん、おばん二人生存、二人生存、二人生存、あるなつで恋をしてですか、ひょっこりはん、ひょっこりはん、声が好きな方を好きなのですね、そう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 、ビジュアルだけじゃないです、内面も攻めます内面も攻めていくぜめつ黒髪少女すごいそれな、絶滅の危機黒髪、ショールームで10代向けの女子力10代向けの女子力配信、あ、いいねいいね、え、今日は自分の誕生日、おおめでとうございます、ファインさんファインさんお誕生日おめでとう、じゃん、ちょい待ちです。あれ見当たんねえな。じゃじゃん。じゃじゃん。じゃじゃん。はい、行けます。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Pine さん。Happy birthday to you! おめでとう、ワインさんお誕生日おめでとうございます、イエイ、おめでとう、じゃじゃん、おめでとうございます、えちょ、おめでとう、パチパチクロちゃんみたいなイケメンと素敵な方、ボイスの普通の方ならどちらを選ぶ、
ちょっと理解ができてない。でもクロちゃん、クロちゃんの声できるよ。クロちゃんです。わわわわ。ダメだ。これダメだ。こんばんは、悟空だよ。悟空さん、いらっしゃい、ヤホー。主婦はキャロットの親戚みたいな感じ。なるほど、なるほどね。初めて好きなタイトル、アリサ。嘘、私の推しはアリサ。嘘、ありがとうございます。イエイ。ミユさん、ありがとうございます。よかったら握手会来てください。お話ししましょう。イエイ、ありがとう。センチメンタルトレイン、おすすめ握手会、ぜひ来てください。ありがとう。うどん作れるよ。うどん作れるよ。小麦粉と塩水だけでしょ、いるの。簡単じゃん。握手会では見たことあるはずだね。悟空さん、そうか、ちょっと忘れたかもしれないんで、もう一回センチメンタルトレイン握手会来てくれませんか。来てくれませんか。待ってます。待ってます。僕らのユニーカー発見したんだ。ララ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 ラ、初めての感情。カミチグループ以外で好きな歌手さんとか芸能人さんいる？いるよ。でもすぐに出てこないんだね。ね、まず女優さん部門だったら綾瀬はるかさんが好きです。あの天然な感じと、わかります、あの天然な雰囲気と、あの演技になった時のうまさ、あれ最高ですね。最高。あとタレントさんだったら滝沢カレンさんが好き。滝沢カレンさんが好き、めっちゃ。滝沢カレンさんのあの四字熟語、人を四字熟語にするやつ、ちょい前に流行った、あれめっちゃ好き。あれめっちゃ好き、面白い。そう、私も特技に入れたいなって思ったけど、ちょっと難しいね。ちょっと難しいわ。ちょっと難しい。あとはね、なんじゃろうね、クリームシチューが好き。クリームシチュー好きよ。めっちゃ面白くない？クリームシチューの最高。上田さんと有田さん最高。めっちゃ面白い。あ、家入りレオさん好きだった。声好きだった。声好きだった。ベビーメタル最高。ベビーメタルは最高です。そんなこと知ってますよ。ベビーメタル最高。センチメンタルもう取れるわけないやな。嘘、私ならめっちゃ空いてるよ。ぜひ来てください。来てください。確か見ないんでしょ。もうしゃべくり7大好きだもん。めっちゃ面白い。めっちゃ YouTube で調べてめっちゃ見たりしてる。めっちゃ見たりしてるよ。四字熟語、職業激痛出川。面白いよね、生涯踊り子とか。よく出てくるなと思って、いいな。空いてるよ、アリサ空いてるよ。センチメンタルトレイン全然空いてるよ。ぜひ来てね。おすすめこの3つ、特におすすめは大阪。みんな来てください。ぜひ完売し、初完売を出して乾杯しましょう。おー。おー。
追い出される部分でどういうこと？まあ、まあ。クリームシチューじゃなくてなわけ。しゃべくりセブンとか出たら絶対面白そう。絶対面白そう。生きて生きてますよ。初めての感情。20日の1時まで。20日の1時までです。よろしくお願いします。じゃん。え？ CS 放送で ST のストーリーやってる？ウイウイシーアイチ放送出てきた。嘘。あのやつマジ？まだやってんの？裏ストーリー、裏ストーリー、裏ストーリーってなんだっけ？CSTBS でやりよる。マジ？どんなやつだっけ？ボブ。ボブアリさん。ちょっとやりすぎちゃった。こんな感じじゃない？出てきた。こんな感じです。ボブ。ボブアリス。よいしょ。よっよっよっ。こんな感じ。ボブにするの下手くそやな。下手くそか。もう7時になってるやん。早っ。生写真を当ててください。ぜひ。お姫様もらってきます。どうぞどうぞどうぞ。ちょっと待ってね。よいしょ。おいしょ。それでは7時になりましたので、あの儀式を始めます。アイロン買ってない。買ってない。県内イベントね、やりたい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 。でんてねん、久しぶりにこの儀式を始めます。ででんででん、ハンバーガーどうでしょう。私の儀式とはこれです。はい、ポッピンクッキーハンバーガー作ろう。作ろうぜ。新しく見つけたやつ。めっちゃ楽しそうじゃない。ハンバーガー、ハンバーガーだよ。楽しい。でもこれさっさと始めないと結構時間かかりそうだから、さっさと始めます。ジュレシのお時間です。お時間です。なんかこれ裏大事な予感がするけど。はい、新商品アリサバーガーを開催いたします。アリサハンバーガーを、はい、開催いたします。開講、開講じゃないな、なんだっけ。ハンバーガー屋、いらっしゃいませーん。あれ、なんでテロップ入らないんだよ。いじめだな。よ、オッケー。よし、それでは作ろうハンバーガー。よーいよいよいよーい。はい、ハンバーガーシート。なにこれなにこれ、この袋も切らないといけないんだ。なるほどね、なるほどなるほど。はいはいはい。よいしょ、ちょっと待ってね。この袋も切らないといけないんだね。めんどくさいな。ちょっと点線があるわ。
でんでれん袋を今切っております。めっちゃ斜める。めっちゃ、あ、ちょ。めっちゃ斜めっちゃう。まあいいか。とりあえずここを切ればいいんですね。オッケー、切れました。切れました。じゃじゃん。オッケー、オッケー。ナイス。次。まず1番ベーベン、まず1番トレイをハサミで切り離そう、だっていつものやつか。トレイをハサミで切り離そう。おすごい、なんかトレイがギザギザだったり。こんばんはサハラさん、こんばんは、イエーイ。じゃあトレイをまずハサミで切り離すぞ。レイをハサミで切り離そう。あー、スプーンが落ちてた、やばい。スプーンが落ちてた。よいしょ。レイをハサミで切り離そう。ほら、めっちゃあれじゃん。難しいじゃん。めっちゃ難しいじゃん。オッケーオッケー、切り離れました、切り離れましたよ。わー、切り離れました。2番ポテト、お、一番最初に作るのはポテトですね。え、電子レンジが必要じゃん、マジ。まずギザギザがついてるトレー、どれだ、これだ、ギザギザトレーに、カップ2杯の水を入れてそこにポテトの素を入れます。はーい、カップ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 2杯の水を入れます。電子レンジがいる、お助けマンを呼ばないと。いっぱい、2杯、あー、なんか入れすぎた気がする。絶対入れすぎた。絶対入れすぎた。絶対入れすぎたぞ、こりゃ。はい、ちょっと待ってくださいね。水の量、もはや料理ですね。ハンバーガースタート。何？あ、はい。それではポテトの素を入れていきます。まだ。もうちょっと。え？ポテトの素なんかどこにある？これか。ポテトの素なんかどこにあるん？チーズの素、ハンバーガーの素、ポテトポテトがない。え？あったポテトの素入れてきます。よいしょ、豆乳、ポテトの素、よし、オッケー。それでは混ぜまーす。水に入ったポテトの素が入りました。ん？なんかベビースターみたいな匂いがするぞ。水の量大丈夫だったかな、これ。あ、でもいい感じかも、いい感じな気がするぞ。なんかこのポテトはさ、お祭りのなんかリンゴ飴とか作った時にも作ったよね。
でもその時と作り方が違うので、どっちが上手にできるか勝負だな。これはこれで混ざったら指で押して平らにします。はい、指で押して平らにします。指で押して平らにします。わあ、指がベトベトベビースターみたいな匂いがするぞ。あ、でも大丈夫、平らにできるぐらいの硬さだから、水の量はバッチリバッチゴー。これ絶対一生平らになんないよね。ボコボコだよ、ボコボコだよ。まあいいか、こんぐらいで。じゃーん、いいんじゃない。それではレンジお願いします。レンジでお願いしますっていないね。とりあえず置いとこう置いとこう。じゃーん、今回はウェットティッシュもちゃんと持ってきました。ちゃんと濡れてるやつ器用でしょちゃんと濡れてるやつを持ってきたので、ちゃんと拭きます。スタッフさんが全然来ませんな。なんか来たぞ。わあ、ですね、これ500ワット40秒お願いしますポテト500ワット40秒です。めっちゃ走ってるめっちゃ走ってる、面白すぎる。はい、それでは次の修行いきます。次はですね、ハンバーグ、ハンバーグを作ります。トレー、星のトレーこれですね。星のトレーにカップ2杯の水を入れます。そこにハンバーグの素を入れます。カップ2杯の水です。いっぱい、2杯 OK。 ここにハンバーグの素を入れていきます。これですね、ハンバーグの素ハンバーグの素、それでは入れていきます。ハンバーグバーグハンバーグ、ハンバーグ、ハンバーグ混ぜます。くるくる、え、わあ、粉が散ってきた、くそー汚い汚い。え、これ絶対水の量が違うぞ。もうちょっと入れよう混ざらない、全然。もう一杯ぐらい入れとけ。うお、これ、あ、ちょうどいい感じだ。これでやっといい感じ、完成。おお、なんか焼けてるポテト。これポテトなんかな。ちょっと置いとこちょっと置いとこ。とりあえずハンバーグを作っております。なんかこんな感じにできましたハンバーグ、手で丸めてトレーの ハンバーグと書かれたところに入れて指で押したら平らにします。どういうこと、どういうこと、どういうこと。手で丸めてわあ、じゃじゃーん、これを手で丸めてハンバーグとかけたところに入れて指で押して平らにします。なるほど、手で丸めてハンバーグを手で丸めて、ハンバーグと書いてあるところに、あ、これか、真ん中ですね、これの、ここに入れて指で押して平らにします。だって、
れ一個だけじゃないよね。入れすぎた。まあ、いっか。どうにかなるのか後で。じゃーん、こんな感じ。ハンバーグ。ハンバーグ。ハンバーグ。じゃーん。どう。これでいいんじゃない？多分。次パン。パンを作ろう。はい、パン。次パン。お仕事終わった。お疲れ。女子ださんの選挙ポスター。ピンポン。ピンポン。パンを作ろう。トレー星にカップ2杯の水を入れます。そこにパンの素を入れて。全部さ2杯なんだね。2杯って書きながらちょっと少ないぞ、2杯だと。表示ミスか。ウィーツ1杯。ああ、またちょっと入れすぎたけど、こんぐらいがいいか。かぐらいがいいか。はい、それではパンの素、パンの素、はい、パンの素を入れていきます。パンパカパンパンパン。説明書ちゃんと読んでます。てんてんてんばっかり送ってきてる。まあいいけど。それでは入れていきます。50コメントありがとう。バキュー。ハンバーガーの素、あ、違う、パンの素、パンの素。はい、オッケー。8時までに完成できると思うよ。ゆきゆきちゃんといけること、嘘。9月1日待ってます。やったやったね、楽しみ。うわー、めっちゃなんか粉だ。めっちゃなんか粉じゃ混ざりにくいな。夜空は決めたのか、ソロ。パンの素作りちゅう。ハンバーガーの素が便利すぎる。確かに。みゆみゆゆきゆきです。自己紹介、あ、お願いします。みゆみゆきゆき。いいね、最高じゃん。めっちゃいいやん。みゆみゆきゆき、まあ、楽しみに待ってます。楽しみに待ってます。はい、これをパンの素はパンと書いた2箇所にどこで電子レンジ加熱して冷ましておきます。へえ、ちょっと待って。これはパンと書かれたところに入れて、また電子レンジがいるね。スタッフさん、お願いします。入れました。じゃあこれも加熱が必要らしいので、スタッフさんを待ちましょう。待ちましょう。お、好きです。ジョグッチーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。8時まで、8時までです。はい、これはですね、ハンバーグは、あ、同じです。500ワット40秒。よろしく。あ、聞いてた、ちゃんと聞いてたんかな。次チーズ、チーズを作ります。ギザギザがついてるトレーにカップ1杯の水とチーズの素。ギザギザのやつは、え、これじゃん。ギザギザはもうポテトが先客してますよね。あ、ポテトなんか書いてあった。冷めたら型からひっくり返して取り出してギザギザに沿ってナイフで切ります。ナイフで切ります、ポテト。ポテトをナイフで切りたいと思います。わー、見てください、ギザギザがついてる、こういう感じで。で、あ、これか、ナイフ、ナイフで切ります。私の前に立つんじゃねえ。ナイフでーす。じゃあポテト切っていきますね。面白すぎる。わ、なんかちょっと濡れてる、ちょっと濡れてるぞ。ナイフ、おもちゃのナイフがついてる。ナイフが落ちちゃったわ。ナイフナイフナイフで切っていきます、ポテト。チョキ。おお、
切りやすい、なんだこのナイフは切りやすいぞ。今ポテトを切ってます。見てください、切れたポテトはこんな感じどう？ポテトです。あともう半分切っていきますね。面白い走ってきた。Thank you。 おーすごい、パンとハンバーグになってる、ちゃんと見てください、すごくない？うわ熱々、ちょっと冷まそうっと。あポテト完成、ポテト切れたよ。はいポテトはいポテトです。ポテトちょっと置いとこ、あっちに。はいポテト次チーズ、チーズを作ります。これにカップ いっぱいですね、いっぱいの水を入れて、チーズの素、チーズの素だって、じゃんこれですね、チーズの素を入れていきます膨らんでるね、食べたくない、おい絶対美味しいよん？全然切れない、あ切れた、オッケー。チーズの素入れてきます。おなんか粉が滑らか粉が滑らか、よしちょっと待ってください、忙しいや忙しいやよいしょ、ちょゴミ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 をゴミ箱へ、はい、それではチーズ、チーズ混ぜていきます。チーズがなんか滑らか、あチーズの匂いするかもしれん、若干若干だけど、おちょっと待ってね、ちょっと見てください、色合いがすごい、チーズめっちゃ黄色めっちゃ黄色い色になったよ。これをどうするんでしょう、チーズは薄く伸ばして手でこねた後薄く伸ばして、チーズの大きさに合わせてナイフで切り、2枚作るんだって、チーズの、えどこ行った、これかチーズの大きさガイドってとこでチーズを2つ作っていきますチーズを2つ作るね、ほんまに足りるんかいね、じゃじゃん丸くします、色が濃いね、匂い伝わります、はいこねました、チーズこれを伸ばしていきます、ほんまに足りるんかいのチーズの大きさガイド、これか、はっ、チャンチャランチャ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 ランチャンチャンチャランチャ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 ランチャン、はっ、お、いいんじゃない、チーズ2枚完成完成、足りました、すごいね。次ケチャップだって、ケチャップを、さっきのトレーにカップ2杯の水とケチャップの素、今日も来た若菜さん、 ありがとうございます全然足りたよ、いきます、カップ水2杯、水2杯じゃない、カップ2杯とまた入れすぎた、
結構入れすぎた結構入れすぎちゃったわあ。今日はピンクの服、そうソフトボールみたいなピンクの服着ちゃってます。よし、おい、ケチャップ、次ケチャップ作るぞ。ケチャップの素、ケチャップたっぷり、そうだね、なんかもう手がぬるぬるすぎて開かないんだよねいや、オッケー、開いた。ケチャップ、お、すごい、めっちゃ赤だ。こういうのってどうやって作るんですかね、こういう粉。すごいね、素晴らしいと思うんですけど。それではケチャップ、うわ、めっちゃケチャップの匂いがする、やばい。ケチャップ混ぜます。めっちゃケチャップの匂いですね、こちら。すごいです。お、これはちょっとめちゃくちゃケチャップにしたらめちゃくちゃみずみずしい。水の入れすぎでしょうかこれはやばい、水の入れすぎでしょうか。やばい、チーズを混ざってしまった。あ、でもいい感じ、あ、ケチャップっぽいけ、いいかいいかいいか。はい、次、次、続いては仕上げ、さあ仕上げよう、だって。お、さあ仕上げです。こっからすごい、結構スピーディーにできた。ちょっと待って、仕上げの前に片付けよう片付けよう、ゴミはちゃんとゴミ箱へ、手をちゃんと拭いて。ただいま帰ってまいりました。お、ありがとうちょっとケチャップやっちゃったかもしれんけど大丈夫でしょう。よいしょよいしょ、手を拭いて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 、はい、 OK。 じゃあ水は使わないので置いといて、ちょっと待ってください。よいしょ、おーいしょっと、花火が上がった。いいないいな、床散歩スターあるよ。なんか言ってるいやー、ポテトがつきそうだった、危ない。はい、それではさあ仕上げをしようということで、どこに置いてるかな、ここに置いても見えないよね。そう、こうしたいんですけどね、ほんと高いものに置いたらいいんか。ツッツク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 なんか見えやすいようにしたいんだな。これとかどうだ、高すぎ、絶対高すぎだよね、高すぎだよね高すぎくんだよね。あ、いいの見つけた、ちょっと待って、いいの見つけたぞ。これだ、これでこんな感じにしたら、あれ難しい、はっ、よし、まあこんな感じでいっか。 OK、 じゃあここで仕上げを作ります。えいえい、おお、仕上げは絵のように型に沿わせてナイフを一周させて取り出します。あ、パンを取り出すわけですね。ふんふん、パンは半分に、ハンバーグは3等分に切ります、だって。なるほど、 OK。 じゃあまずパンとハンバーグを取り出すぞ。とりあえずパンとハンバーグを取り出します。じゃん、ハンバーグ、お、え、なんだこれ、唐揚げの匂いがする、すごい、めっちゃ美味しそう、普通にすごい、
これ考えた人すごいねマジで。じゃん。それではパンは2等分いきます。すごいめっちゃハンバーグやばい。パンは2等分できた。じゃーん。上の部分と下の部分完成完成。こっちも切ります。はい完成。ハンバーグは3等分です。1ブチュ2わふ。おできた。ギリギリ3等分。1、2、3個。はい完成。オッケーオッケーあとは乗せていくだけじゃない。挟むだけか。あとは挟むだけじゃない。それではハンバーガーを作ろう。チーズケチャップダブルハンバーガーを重ねてみよう。だってなるほどね。これ簡単だね作るの。ハンバーガー屋さんすごい楽しい。まずパンにハンバーグを乗せますまずパンにハンバーグを乗せてチーズを乗せます。チーズチーズでかチーズを乗せます。めっちゃはみ出ちゃってる。見てください。チーズめっちゃはみ出てる。ちょっと切ろうかな。ちょっとでかすぎたな何が何でもはみ出すぎだな。よいしょ。お、いいねいいね。どうですかチーズトマトない。トマトないチーズよきよきよき。そしてケチャップ、さっきのケチャップね。ちょっとドロドロみずみずしいんですが、これをちょびっとかけて。N になっちゃったN 見てください。ちょっとお待ちよ。こっち。お、じゃーん。N ケチャップ N 型。それでは最後パンをのせ、これ一番上だね。これ一番上だ。一番上のパンのせていきます。せーのポン。はい、オッケー完成。ハンバーガー完成です。かわいいでしょ。めっちゃかわいくない。すげえかわいい。はい戻りますめっちゃ可愛くない。めっちゃすげえ可愛い。いい感じ。次はダブルチーズ、違うね、ダブルバーガー。次はハンバーグが2個入ってるダブルバーガー作ります。まずパンにハンバーグを乗せてチーズを乗せ、これまたチーズでかいからこれまたチーズでかいから切ります。はい。キャー！チーズ切りました。では乗せてダブルバーガーでケチャップを乗せてからのじゃじゃーん。ケチャップを乗せてからのハンバーグをもう一丁乗せて最後にパンを乗せてのじゃじゃーん完成です。ダブルバーガーとハンバーガーの完成。めっちゃ美味しそうじゃないでしょうか。どうでしょう。あれこれ逆だったかもしれん。こっちが上か。じゃーん完成。こっちはもう爪か。こんな感じそれとまだまだコーラを作ろうってのがあるんですよ。コーラすごくない。コップの上から1センチくらい下まで水を入れます。そこにコーラの素を入れてスプーンでよく溶かしますって。コーラのコップ、コーラ作りますコーラ作るだい。
コーラ作るぞ。まだ時間あるよね、40分まだ。コーラを作るぞ。すごいよね、コーラも作ります。コーラちょっと飲んでみたい、どんな味なんか。こんぐらいか。水を入れて、コーラの素を入れて、そう、粉末コーラ、粉末コーラを入れてきます。粉末コーラを入れます。うお、なんか緑茶みたいな色してる、大丈夫か。え、ちゃんとシュワシュワ言ってますよ、ちゃんとシュワシュワ言ってる。炭酸あるのかな。わあ、めっちゃなんかやばい、膨れてきた。スプーン、スプーン、わ、スプーン、ケチャップだらけだから今やばい。今やばいぞ、やばい、コーラが溢れる。やばい、拭き拭き、スプーンを拭いて。それではコーラ混ぜます。やばい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 、めっちゃ溢れてきました。コーラがちゃんと溶かします。ちょ、入れすぎたかもしれん。水の入れすぎかも。でもすごくない？ちゃんとコーラがシュワシュワ。あ、泡収まったらいい感じ、美味しそう。普通に、はいはい、ロンパ。はい、ロンパ。ちょっとティッシュで綺麗に映えるように。あ、使っちゃった使っちゃったよ。コーラ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 、はい、オッケー、コーラできた。次、飾りを作ろうだって。へえ、旗とかあんだ、なるほどね。ちょっと待ってください、飾りを作るね。じゃあまだ44分なので、飾りを作ろうだって。飾り、そう、ポテトがね、ちょっと丸裸なんです。今丸裸になって気づくだろう。ポテトカップ、お、ポテトカップがあるぞ。ちゃんとポテトカップがありますね。そして旗もちゃんとありますね。でもちょっと待ってください、まあ一家飾りは飾りはまあちょっといいとして、一旦いいとして、それではシートに載せていきます。イエイ、飾りは一旦いいや。飾りちょっと見たい。どうしよう、飾り、下の飾り、これとかどう。ダメだ、みえみえのやつだった。みえみえにもらったやつだった、これ。ダメだ、え、こんだけしかなかったっけ。うっそーん、下に引くやつがない。これでいっか、私のカレンダーの後ろを真っ白なんで、こっちを使いたいと思います。こっちを使いたいと思います。これで映えるように置きますね。あ、わかった、書けばいいんだ。なんか書こうぜ、アリサのハンバーガー屋さんみたいな。はい。そう、アリサだ。ハンバーガー、いらっしゃいませいらっしゃいませ。あ、じゃあこれをメニュー表としよう。いいねいいね。じゃあこれダブルバーガーです。こちらダブルバーガーとなってます。ダブルバーガーです。
ブルバーガー。そしてこちらはどうしよう、チーズ、チーズバーガーチーズチーズバーガー。そしてこちら、こちらはコーラです。セットドリンクのコーラにしよう。セットドリンクのコーラです。オッケー。そして最後にポテト、ポテトポテトです。こちらポテトが映えないんだよね。でも全然ポテトがなんか不気味ポテト。まあ、いっか。こちらポテト、ポテトです。いい感じ、いい感じ、いい感じよ。最高にいい感じです。今ね飾りしております。飾り付けをしております。よいしょ。ポテト、ポテト。で、私を書いてここに私を書いてチークを塗って、あ、L いいね。そうだね、 L とか書かないと。 L、 S、 M、 書けた。で、お値段、お値段何円にしようかな。お値段何円にしようかな。なん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 。戻ってきました。お、ありがとうございます。いい。お入りください。92円。いいね。誕生日、私の誕生日。92円。すぐ採用っていう。お値段セットで92円。オッケー。できたよ。できたよ。とりあえずハート書いとけばいいや。オッケー、いい感じ。超映えた、超映えたで超映えた。それでは見せまーす、皆さんに。3、2、1、よーしゅん、せーの、バン。どう、アリサのハンバーガー屋さん、どうでしょう。チーズバーガー、ダブルバーガー、コカ・コーラ、ポテト、お値段セットで92円。イエーイ。意外といい感じ。これナイフナイフどう、意外と良くない。コーラ刺しとく、やばえないな。コーラコーラ、ハンバーガー屋さん、どう、字が読みやすい。おお、やった、ありがとうございますありがとう。はい、パスポイ、オッケーイエーイ。あ、では9分前にできました。最後にコーラ一口いただきます。うん、気になる。いただきます。あーあんま、まあんまあ、でも確かに本物のコーラっぽい味はしますよ。でももう炭酸はなくて、あ、わかった、あれだ、コーラが、
コーラをずっと蓋開けといて炭酸がもう抜けちゃったコーラだよみたいな感じの味わかります？もうコーラの炭酸ゼロになっちゃって、もう砂糖だけみたいな。あんま、それにしても甘いな初見ありがとうございます。みなさんありさです。よかったらルームフォローしてね。右上のハート押してルームフォローしてください。めちゃくちゃ甘い。これは飲めないなそれではこれは後で写真撮ってメール、ありさ、ありんこメールで送るので待っててください。冷やしたら伸びるかな、わかんないとりあえず甘いもうこれだ。大体こういうお菓子って可愛いだけだよね。あ、めっちゃ、うん、まってやつはない。コーラ、あ、飴、確かに飴みたいな味がした。これ固めたらコーラ味のグミだよ多分。お、さすらいタグミットバッグ、だるまありがとうございます。炭酸水、あ、入れたらいいかもしれん。確かに炭酸入れてキンキンに凍らしたらいいかも。こ、あ、コージナさん知ってます。ジーナさん、料理の宿題じゃないよ料理の宿題ね、どうしよう、明日やろうか。明日しかないよ、ベッドしかないよ。7分前です。ただいま7分前でございますじゃあちょっと写真撮っとこう。写真撮りたいと思いますお、いいね、映える映える、めっちゃ映えてる。こっち、めっちゃ映えてるよ。オッケーオッケー。なんか添えておくものもないんだよね。なんか横に添えときたいんですけど、この花とかこう置いとったらかわいい可愛くないこの花。ちょ、置いてみよう。ドキドキするの。めっちゃ可愛いかもしれん。ちょっと置いてみますね。あれ、カメラが来ない。あ、いい、めっちゃ映えるかも。ではこの写真は後でメールで送るのでお楽しみに、お楽しみにイエーイ、映えた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 、わーいわーい。あ、まだ5分あるからもう一丁、このハートのメガネでも置いて、これ絶対映えるぞこれ絶対映えるぞ。これも覚えた、いい感じ。じゃーん、これを横に置いてから撮ってみました。いい感じ。じゃあ後で送りますはい、それではじゃあ4分前だな、もうなったので、スペシャルギフト、だるまさすらいの旅人マー君、イソメタルメタルさん、ひとりごとさっちるちょ、136GGR さん、ありがとうございます。ひでさん、しんしんまるさん、ひらつぐさん、スマイルさん、きょうちゃん、ギフトありがとうございました。それではキャッチフレーズいきます。アリちゃん推しになるのはアリーアリーアリサゴー出航。はい、ありがとうございます。中学2年生のアリちゃんこと三好アリサです。よかったら右上のハートをポチッとしてルームフォローとか、こちらのツイッターマークとかをして、はい、拡散もぜひよろしくお願いします。頼みます。そしてこちらセンチメンタルトレイン、おっとおっとっとっと、なんか映っているショルブが映っている。はい、センチメンタルトレインおすすめ日、9月24日幕張メッセ、10月7日大阪、12月23日幕張メッセのクリスマスバージョンを、あ、なんか映っちゃうな。おすすめ日に電気消せばいいか、あれそういうものじゃなかった
入れました。よかったら来てください。はい、よかったら遊びに来てください。おすすめ、一番おすすめは大阪です。大阪大阪、ぜひ来てくださいね。ありがとうございました。はい、目標は完売です。完売で乾杯。待ってます。おいしょと、ふい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 。それではランキングを読みたいと思います。13位ピンク亀尾さん、12位福さん、11位スランプくん、10位ひろたんたん、9位のそのさん、8位もろぼしダンさん、7位エイジーさん、6位金魚ちゃん、5位キャンさん、4位ひとりごとさん、3位よっきゅん、2位ゼラちゃん、そして1位はドルル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 ル、そして1位はじゃーん、ヒデさんです。おめでとうございます。イエーイ。1位はヒデさんでした。はい、それでは今日も見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ。じゃーん、よかったでしょ、ドラムロール。ありがとうございました。イエーイ。あ、9700人、あ、惜しかった、1万人まで。でもちょっとボードは今これ書いてるんだ。勝負ごと慎む時はきっと理あり。はい、これはおみくじに書いてあった言葉ですね。勝負ごとは慎む時は、はい、きっと理ありなので、慎んで毎日を頑張ります。じゃんけん大会までね、大事な日なので慎んで頑張ります。はい、それでは、お、あと1分、あと50秒前です。ありがとう、ありがとう。ハンバーガーどうしましょうね。どうしましょう、今日の夜ご飯にします。それではバイチャラポー、バイチャラポー、イエーイ。バイチャラポー、明日も見てください。ありがとうございました。あ、20秒前です。ありがとうございました。バイチャラポー。本コア楽しんでください。私は見ません。ありがとうございました。バイバイ。あと8秒だ、やばい。バイバイ、おやすみんみんゼミ。